日の江又村は、福島県藍津地方南西部に位置し、南藍津郡に属する村。日本有数の豪雪地帯で、特別豪雪地帯に指定されている。平家の落ちる伝説が残る。高度経済成長期を迎えるまでは、焼き畑が夏の風物詩であり、山菜採りを主要な収入源としたほか、生地加工や狩猟も行われてきた。 星星は、平安戦都に伴う、権力闘争に敗れてこの地に隠れ住んだ藤原氏の落ちの系譜に繋がるとされ、平野政は、源平合戦に敗れた、平家の落ちの系譜に繋がるとされ、立花政は、織田信長に追われた、伊勢春田城主、楠木正しの伊藤に由来するとされている。口述の通り、標高の高い山々に四方を囲まれた地域であるが、 1960年代のダム開発と1970年代のオゼの観光地化によって1980年代より農家の民宿業への転身が進んだ。1986年の野岸線の東京、浅草直結に伴う振興計画により観光地にもなっている。1979年には景観保全のため家々の屋根を赤錆色に統一。 三人料理や、年三回開催される、日の江又歌舞伎、スキー場も、観光客を集めている。三人料理は山村ならではの食材を鍋料理などに、仕立てることで知られ、山菜やキノコ、イワナなどの皮を、熊やウサギ、カモなどの肉、豆腐、立ちそばなどを使う。珍しい料理としては、箱根山椒魚の唐揚げや、唐辛子を塩漬けした、三人漬けがある。 日の江又村は、藍津駒ヶ岳と、ひきりけ岳、大石山に囲まれ、それらの間を通る日の江又川と沿線の国道352号沿いに、位置する標高920から1000メートルの地帯。特に、ひきりけ岳は、東北地方で、最も標高が高い山である。村役場に隣接した集落のほかは、村の面積のうち、約98%オリーニアが占めている。 福島県内で人口が最も少ない市町村であり、日本一人口密度の低い市町村となっている。面積の390.46平方キロメートルのうち、過重地面積は82.72平方キロメートルである。1963年の村長選挙は立候補した二人が、義理の兄弟で、親族を巻き込んで村を2分した激戦になり、 しこりが残ったという。それ以降は、そのようになることを嫌って、1967年から2003年までは10回連続で、村長は、無投票当選となっていた。2007年には、候補者が2人出現したため、無投票とはならずに、村長選挙が行われたが、ポスターや演説が行われない選挙活動であった。また、 村議会議員は民宿などの宿泊施設の経営者で占められている。高野巣地区の学校については、魚沼市を参照のこと。村内を鉄道路線は走っていない。鉄道でアクセスする場合は、合図鉄道合図瀬合図田島駅及び、合図高原尾前口駅から路線バスが出ている。合図駒ヶ岳日の江股の舞台、日の江股名物菜そばと、八頭餅。 ありがとうございます。